皆さんこんにちは、池田真由美です。今日はこのペンジュラムの講座について少しお話ししたいと思います。このペンジュラムの講座は、このペンジュラムとあとこのカラーですね、カラーの盤を使って、ペンジュラムカラーセラピー認定セラピスト講座というのをさせていただいてるんですが、先日スカイプで、私兵庫県に住んでるんですが、千葉の方とスカイプを通してこの使い方をお伝えして、その感想をいただきましたので皆さんにご紹介したいと思います。こんな風に送っていただきましたのでご紹介させていただきます。数あるペンジュラム講座を池田から受けたいと思った決め手は何でしたか？知人にブログ、私のブログを聞いて見て受講してくださったそうです。あと、地に足のついたスピリチュアルなことをしている方だと感じましたということです。ありがとうございます。今回スカイプ講座を2日間に分けて講座になりましたが、良かった点、分かりにくかった点をお聞かせください。本来ペンジュラムのこの講座は1日で約6時間で完全に使いこなせるという講座なんですが、スカイプでしたので2日間に分けてお伝えさせていただきました。で、良かった点と分かりにくかった点をお聞きしました。良かった点、遠方でも講座を受けられるというのが良かったです。自宅で受けましたのでリラックスができました。顔が見れて勉強できて、違和感は全然なかったです。いろいろな気づきが得られました。先生が楽しかったです。ありがとうございます。次に、分かりにくかった点、音楽が聞けなかった。この音楽はペンジュラムを使う前に、簡単な瞑想をするんですが、ちょっとスカイプでは音量が なかなか難しくて十分お伝えすることができなく、私の誘導だけになってしまったのが本当私自身も残念でした。またその辺は考えてみたいと思います。時々大きなノイズが入った。もう少し実践の時間が欲しかった。対面でやるのとスカイプでやるのとではほぼ内容は同じなんですが、どうしても実践に、少し物を使いますので、ちょっと実践が足りなかったなというのが私も反省点です。今後いろいろ考えていきます。ありがとうございます。あと、私との先生との答え合わせが欲しかったという意見も聞いてます。で、ここが本当難しいところなんですが、ペンジュラムっていうのは自分自身の潜在意識とつながった一つのツール、自分 の気づいてない思いを教えてくれるツールなんですね。だからその答え合わせっていうのは、ちょっと違う、十分その部分を私もお伝えしきれてなかったかなと思うんですけども、答え合わせ必要ありません。次に、受講してみて感想を聞かせてください。スカイプでの講座に少々不安はありましたが、結果とても楽しく分かりやすい内容でした。遠くてもこのように実際に対面受講のように学べるのはとても素敵だと思います。スカイプを通して顔を見ながらできるのは
安心しました。本を購入して独学で学ぶのもいいですが、やはり先生に学ぶといろんなことが知れて楽しかったです。ますますカラーとダウジングが好きになりました、という本当に感想、たくさんの感想本当ありがとうございました。と、ね、まだまだペンジュラムっていうのはメジャーではありませんし、知らない方が多いんですけども、このペンジュラムですね、水晶を使いこなしたらまた毎日が楽しく過ごせること間違いありませんので、ぜひ受講していただきたいと思います。対面でもやってますし、こうやってスカイプでもやってます。ブログからでも構いませんので、ぜひお申し込みください。お待ちしてます。では今日はこの辺で、ありがとうございました。